F.M. 大阪からお送りしています。西国三十三所トリップランドサーティースリー。今週から兵庫シリーズ。ね、兵庫県。そうです。京都があって、はい、大阪選手で終わりまして、はい、今週からは兵庫シリーズ。そうですね。えー、でその最初は第25番三嶋、はい、さん板橋清水寺さんをご紹介いたします。板州、はいはい、さんでございます。はいえー、兵庫県加東市にございます三嶋さんの山のね山頂付近にあります板州清水寺さんでございますが。 これまたなんとまあ歴史が古いんですわ。はい、今から遡ること1800年前。えー はい、1800年前、はいえー、慶香天皇の時代にインドからやってまいりました報道仙人があ御さ山にとどまりまして鎮護国家の祈願をされたというのが始まりと言われております。<う>まあ、この地があ、まあ、水に不自由であったということから報、はい、道仙人がこの水の神さんにです、ね、祈願したところたちまち霊水が湧き出たということで、えーまあ、清水寺という名前が命名されたということでございます。はいでまあ、京都の16番の番、ね、清水と あの25番の清水さんとこの2つあるということで「播、え、州、ー、清水寺」というふうな、まあ、読み分けをね、えー、してたりなんかしているということでございます、ねはい、だから第16番の清水寺さんは森さんのところで京都の。京都で,す、ね、でこちら25番の、はいえー、清水寺さんは播州清水寺さんということでございます。さあそそのののお水の話ななんんですけどももと今もその冷戦が、うん 残っている。そうなんです。根本中道の裏当てにですね、このお寺の名前の由来になりました霊水根浄水が湧くおかげの井戸っていうのがあります。はい。行きましたね。行きました。ね。もう我先に水面に顔を映そうと<は>。<laughs> そう。で水面に、ね、顔を映すと寿命が三年延びるというで、ね <laughs> えー。なかなかみんな一気に大叫と出していってあれほんまに井戸に落ちひんかしらと思ってちょっと心配をしながらね。そう。えー、だからでもみんなね <laughs> そりゃもう、はい。 3年というのもありますけど、はい、でもやっぱりそのお参りに来てるわけで巡、はい、礼行に行ってるから、はい、あんまりその割れ先にっていうのが前面に押し出されてもあかんから、はいはい、え控えめな割先にっていう感じだったやもうあのバスツアーでねこう皆さんで行きましたからた、ね、そ,いやそれはもういいんじゃないですか。はい、あの私ももちろん はい、三日をね、そう,そう、三 <laughs> 年伸びるで。伸びちゃった。いいありがとうございます。ありがたいことでございます。あのどうかかな青森県のね、どっかのあの高原の峠にね。あの、夜間にお茶がありましてね。はい 1> 1杯飲めば、あの寿命が一年伸びる。二杯を飲んだら三年伸びる。三杯飲んだら死ぬまで生きるって書いてあるんですよ。<laughs> <laughs> ええー。 最高。ええー、そうなんです。本当に、ねはい、何倍飲もうかしらというね感じでございますけれどもね、<laughs> ね本当にね,ねもう人間ってって感じですね。ね。さてこの万州旧水寺さんですけども本堂が二つあるっいうことで,ねなんですね。はい。はい。六百二十七年に水谷天皇の直眼によりましてお寺の本堂となります根本中堂が建立されました。えー、このお中堂の御本尊は報道千人があ一等三来で刻まれ刻まれました秘仏の 十一面観音さんがあ安置されております。はい。えー、三十年に一度のご開帳と。三十年に一度か。<ー>なかなかね。そうですね。はい、えー、この万州久水寺さんはですね、千九百十三年大正二年にですね、あの火災でお堂がもう焼失してるんですね。な<ー>その時にね、このご本尊は自ら避難したという逸話が残っているっていうね。 水ら、ね、あ燃えたらいいかやばいと危ないっちゅうねさすがです。え、はい、この現在の根本中道は1917年に再建をされたということでございます。はいでその本堂が二つあるということは、はい、西国のお札所はど、はい、どこにあるのかなっていう。うね、はいもう一つの本の御堂でして昭、うん、武天皇の直観によりまして725年に えー、行菩薩が建立されました大講堂というところでございます。行さんがねで、えー、ご本尊さんは札所のご本尊さんは十一面千手観音さんです。はいえー、で常時開帳されておりまして脇地には地蔵さんと毘沙門さんがお祭りされておりまして、えー、根本中道と同じく大講堂も1913年に火災で焼失し、えー、1917年に再建されたものでございます。うんえー、農協おお守りお札の要なんかもこの大 大工堂で行われているということでございます。はい、はい、大工堂の方がお札ダであるということでございます、こちら古いですね、七百二十五年。<ー>さあ、それでは万州清水寺寺さんの見どころを教えてください。はい、いたくさんございますけれども。はい えー、薬師如来座像がお祭りされております薬師堂というのがございますこちらは平の清盛のママ母である池の善仁という方によって、えー、創建されたお堂でございます、はいえー、壁にはですね東京芸術大学の矢渕聡先生でねあの千徳くん作らはった人です<ー>ええええ あ、せんと君のね、ねは,いはいはいはい、<う>作者の先生、矢口先生ね。えー、が手掛けられました。十二神章が安置されておりましてね。えー、この十二神章は自由に撮影することができるということでございます。え、ね、別にまあ、せと君っぽいことはないんでしょうね。うん、うけど、まあ、あのー、せやね、はとぐらいな感じするんちゃう。せんと君の、<laughs> あ、そまあ、フレーバーがね。そうね。わかりました。はい そして SNS でも話題になった撮影スポット、はい、え映えるところがあると、はい、あの引退ポストと呼ばれます、あの丸型のポストね、もともと昭和の時代にあったやつですね、ありましたな、はいはいはい、ありました、うんええ。 えー、SNS が中心にですね話題となりまして戦前から境内にありましてね1955年頃まで実際に使われていたものだそうでございます。使われなくなって放置されていたものを前のご住職が現在の旧山門付近に移されまして春は新緑秋はもみじの おすまあ、景色とですねこの引退ポストの調和がねなかなかよろしいということでノスタルジックな写真が撮れるとまあ映えでございますか人気でございますねああの。私が昔仕事を一緒にしていたね<は>あの方はこの引退ポスト、うん、丸型のポストばっかり撮りに日本全国旅に出てらっしゃいました。そそうううですそうですすだかかからもも行れたかも 愛くるしい格好しておりましたね。可愛らしいです。なんか帽子かぶったみたいな。ね私の小学校もね、ありましたよ。そうです。私もあの子供の頃はそうやったかなと。ね。かっこくない感じがね。あ、の丸くてこうポチョオンとしてるところが、すごくプリティーな感じがありますもんね。ね。今はあのほら、こう分け口分けるとこありますけど、前一つでしたから。な一つです。一つです。本当に。ほで、あの、まあ、この播州清水さんは、さっき言ったように、あのバスツアーでね。 伺ったんですけども、はい、私はとにかくあそこまでの,あの道のりがすごく良かったんでーーなんかすごく本当に山、ね、そう里山な感じがねしてね、まあ、季節もちょうど良かったんかなと思うんですけどすな,なんてえー、っとここうあんまりこうに賑やかな感じではその時はなくてね、はい、それがすごくなんかこう。 なんか今からお参りに行く、なんか日本のなんかこう、うん、あ、うん、あ、こうおて、お天風的な、ね。そうなんです。こんなとこにあるんやな、うん、こんな感じなんかなっていう、すごく行く道もすごく。良かったなというふうに、うね、だからそこに、山門、うん、付近に、それはあの、ポストがあったらいいでしょう。ね。ねなんかちょっと、気持ちもググググググ。まうん、上がるかなというふうに思いますね。さあ、そんな播州旧水寺さんなんですけど。 ワンちゃん OK でしたね。そういうね、ううお,お好き<う>お犬がお好きやったっう。あの前の御前様がね、はい、ワンちゃん好きでね。そう。えー、であのオドにはまあ当然入れないんです。あのモー、うん、犬とかね、会場犬は別ですよ。あ、そうですね。はい。ええー、それですけどまあワンちゃん大歓迎でございまして、広さ170平方メートルのほどのですね山のお寺のドッグランがあるんですよ。 そうでした。そうでした。ね <laughs>、で、なんか、ええ、こんなんできましたって言いましたもんね。そりゃこの番組でねそうそう。そうなんです。ね、まあ、無料でね、ワンちゃんも一緒に遊ばせてあげることができるっていうね。 えーねまあ、お堂には入れないということですけれどもワンちゃんはお堂はそ、まあ、どっちでもえっちゃどっちでもいいんではなかろうかと私は思うので <laughs>、えー、とにかくドッグランで走らせてあげるとね,ね久々にワンちゃんも、ね、大自然で走ると気持ちいいでしょうないやきっとそうやと思いますよ<ー>そんなこともできるということでね,でね、えー、ワンちゃんお好きな、ね、前の御前さんが作らはったということでございますので,です、ね、ぜひぜひよかったらお前の時に連れていってあ、ね、げていただけるということもできます。 さあ兵庫県加東市にあります晩主清水寺さんです配管時間は朝8時から夕方5時入山は午後4時半までです配管料は大人500円高校生300円で中学生以下は無料ですアクセスは JR 宝塚線まあ、これ福知山線ですね、はい、これの愛の駅から新規バスです清水寺駅でおよそ35分 これがもう京都の清水さん来たらびっくりしますけどちゃんと播州さん行きます。で大体35分バスは1日2本です。ぜひご注意ください。ということは乗ったはいいけど帰りの時間もちゃんと確認しとかないと。乗ったままっていうことになりますとちょっとねやばいなっていう感じでございますのでぜひぜひ調べていきましょう。でお車の場合は舞鶴若狭自動車道三田西インターチェンジまたは中国自動車道 兵庫東上インターチェンジからおよそ20分ですで入山ゲートで入山料を支払ってもらって専用道路で二王門前の駐車場まで行くことができます駐車場は340台、うん、これはもう止め放題みたいな感じ、うん、<laughs> 結構広いですよ広いですねこれはねということでございます、まあ、車で行きやすい風な感じかなというふうに思います さあ晩秋清水寺さんですご紹介させていただきました、えー、じゃあご神言をぜひぜひお願いいたしますはい、はいえー、晩秋清水寺さんは十一面千住観音さんですんでオンバザラダルマキリクソアカでございます、はい、では三弁を唱えいたしますオンバザラダルマキリクソアカオンバザラダルマキリクソアカオンバザラダルマキリクソアカはい ありがとうございました。さあ今週は西国三十三所第25番のお札書、三竹さん、万州清水寺さんこちらをご紹介しました。